バンテージ。はい。ぐるぐるぐる。ぐる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 。適当に巻いてます。ありがとう。はい。スパーリングを最後に。今日は、そんなにしませんね。ネット打ちの動画を撮るのが主目的だったので、これからも隠れてネット打ちを頑張りたいと思います。隠れちゃった。これがうちの日本拳法とかサンダークラブの一番メインの練習法で、実践を通して学んでいくというね、スパーリングって言われるけど、まあ日本語では組手ですね。多分今日は長井君は忖度しないと思うので。そうかな。玉井くんね、いつもね、手ばっか抜くんですよ。いつもその手抜くんですよ。そう、真剣にやってくれない。ジャブ 2,3 発は入れたって雑魚扱い。師匠を殴るのはちょっと大会系、まあ、俺殴っとるやないか。いや、じゃあ、まあ、成り行きで成り行きですね。なら時間迫ってるんで、はい、1分半ですね。きっちり測ります。はい、ノートライン、はい、失礼します。はい、構えて1分半一度、はい、おしまい。そう、さっきの攻めていく、そう打っては離れるね。そう、離れるかもう掴むか。マジ。回よ、もっともっと。おお。みんな、ボギーやってる、ボギーやってる。ボギーから。ボギー。はい、ラスト、サンキュー。ナイス、ブロック。全体見て、ナイス、ブロック。ナイス、ブロック。ナイス、ブロック。いや、日に日にやるの嫌ですね。硬いっすもん。拳が硬いんすよ、本当に。やば、最後しんどいな、ラッシュ。いや、あれだけやんときついっす。いやー、特にダメくん、人間サンドバッグやってくれるんだ。そう、伊藤ちゃんだけやったらこれしか。硬いっす、拳は。今日、今まで一番硬かったっす。パンチングの威力も増えて、スタミナがついてきてるから、はい、フェンダーもあの遅くないし、うん、いいですよ。今日はボディも殴れてたし、ガーンと、いいじゃないですか。あれ、もっと左手でレバーを殴れたら、もっとグッドです。長井君がこうやってるときに一番やりやすいので。なんぼ鉄人名前でもここはおうって言うかもしれませんよ。お腹らしいんです。総合でしましょう。え、総合でしましょう。いきます。最後1分ぐらい、1分半でいきますか。僕はあれですよ、忖度しないですよ。今日のラスト、今日ラストにしましょう。いらねえな。それは今日しんどいわ。今日先生やばいです。今週末も練習しなきゃ。今週末ですか。あ、いや自分でね。ああ。ハンドバックをやって。燃えてはるね。いや、もう確実にパンチ硬くなってる。うん、握り方が効果は出てると思いますよ。いった、いきます。はい、行きましょう。互いにで、いきます。頑張って、始め。よお、ナイスナイス。もっともっと振り足で、
あ、よしありがとうございます。痛い。この前蹴りです。前蹴り、何前蹴りだ。聞いたんだ。はい、いいでしょ。はい、入って、おっとおっと、こういうのが有名な、有名なラスト30。はい、うわっ、頑張って頑張って、こっち見て、こっち見て、ファイファイト、まだまだファイファイト、ナイスファイト、ナイスナイス、大丈夫、押します、ナイスファイト、ナイスファイト。あれ？パンチがだいぶ固まってるね。固いですよね。いや、強くなってる、強くなってる。その固くなったっていうのは何が向上した結果なんですか？握りですね。握り。バックで一番大事なのはこうグワッと握ることなんですね。今こうやってバンテージ固めたりするとこう握れることが少なくて、空手でもこう巻き割りとかってあるじゃないですか。こう殴る瞬間にグッと握れるのと、でバッグはやっぱりそのまま押すというか突き抜ける感覚が身につくので、そうなるとスパーでもパーンとここで殴るんではなくて、こう殴り切るという癖がついてくると、ここで止まるのに、ここを突き抜けるとかなり衝撃がこっちに来る。そうなるとパンチの質が硬いって僕は言うんですけどね、威力が強く鋭くなってる。一回タックルボコン決められましたしね。かわいい。しっかりしてください。あ、大丈夫ですよ。ナイスファイトです。どう、宇都宮さんの成長ぶりは？目まぐるしい成長です。息も大変だけど、それだけ頑張っているということです。ハンドバッグを取り入れてからと思うんですけど、パンチが本当にエグいぐらい、さっき言ったら硬いですね。サンドバッグはどこでやってるの？先生の事務所。あ、先生のサービス。あ、事務所にあるの？先生の事務所にある。マイサンドバッグ。マイサンドバッグがある。マイサンドバッグがある。なんかぬるおぶ越しでも拳感が伝わってきますけど。確かに今日はあんまりしつこかったね。硬かったっすね。硬い感じで。じゃあ最後、宇都宮さん、データ消してもらいましょう。それでは、本日練習を終わります。ご苦労さまでした。はい、練習でした。ちょっとだけ戻していいですか？あ、お願いします。ちょっと待ってください。うわー、いった！あー、いった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 。OK です。ありがとうございます。今まで掘ってたバチはね、だましだましやってたもんな。そうですね、蓄積してたよな。ごめんな、俺の体。名前のお兄ちゃんに直してもらうからな。自分でも気をつけます。はい、はい、今日はお疲れ様でした。はい、今日はミット打ち中心にやりましたけど、1時間ぐらいだったんで、はい、すごい疲れましたが、はい、なかなか良い練習になったと思います。また、次回はあのメガ子ちゃんも呼んで、今度スパーリングでいろんな選手とスパーリングできればいいかなと思うので、これからもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。
はい、世界一嫌われ医者の一問一答、今回も、皆さんにいただいた質問などをもとにして、簡単に回答していければと思いますけど、今日の話はこれ、体と精神はどれぐらいつながってますかということで、まあこれは今やってるね、私のあの格闘技っていうか武道とかともちょっとつながると思うんですけど、まあ、やっぱね、無関係ではないと思いますよ。私があんま偉そうに言うほど私ね、あの しっかりできてるわけっていうのはないわけなんですけど、まあそらね、そのプロスポーツのね、一番上の世界ではまあ意見割れるんじゃないですか。もうそんな精神なんて関係全く関係ねえし、筋力とかさ、ね、あの動体視力とか瞬発力で全て決まるみたいな、まあそんな、まあ、唯物論的な発想を持つってる人もまあ結構いるんじゃないかというふうに思うし、まあそうじゃないというふうに、まあ古い武道とかねやってる人はね、やっぱそうじゃないというふうな人もいるんじゃないかと思いますけど、まあやっぱりね、東洋医学とかやってる身としてはこれはやっぱり無関係ではいられないというか、まあ病気というレベルで考えるとこれは最もつながりが深いっていうぐらいのものだから、やっぱりね、あの武道とか格闘技の世界でもね、無関係ではない、そのパフォーマンスの向上という意味でね、もうね、まあ無関係ではまあないのかなと。まあ、それを東洋学の世界では気とか、まあ、経絡の流れとか、神知学だとメンタル体とかね、まあ、コーザル体が体に与える影響とかっていうような、そんな話に、まあ、なるんだと思いますけど、まあ、このね、格闘技シリーズは、まあ、あの、私がね、いろいろ練習したり、スパーリングしてったりとか、まあするところね、まあこれはもう自分の趣味でもあるんですけどね、まあそういうのを、まあ、番組的にも出していければと思いますが、私の専門分野はね、やっぱりあの東洋医学だったりとか、まあ気とか経絡のところだったりとか、あともう一応私の一番の専門分野は精神領域の、まあ、分野になりますので、まあそういう教育講座もね、番組の中では、まあちょっとやっていきたいなと、はい、まあいうふうに思ってますので、まあそういう意味でもこれは、まあ、あの密接に関係するって私は思ってますね。はい、まあ精神の講座、まあ心の絶対法則とかね、ああいうのに基づいた、まあ、あの精神法則とかについては、また後日いろいろね、詳しく講座的に流していければなと、まあ、いうふうには思いますけど、まあ私はこういう意見ということで、皆さんもね、なんていうかな、自分の気とか気の流れとかやっぱ少しは意識してね、はい、あとイメージ力っていうんですか、はい、は意識して体を動かしてもらえればいいんじゃないかなと思ってます。まあそんな感じでね、これからもいろいろお答えしていければというふうに思いますので、これからも皆さんご視聴、チャンネル登録のほどよろしくお願いしたいと思います。